ルームをご覧のあなた、こんばんは。乃木坂46の新内舞です。いや、今日は夕立とかありましたけど大丈夫でした？皆さんね、結構残暑厳しくて、もうね、もうそろ衣替えしたいのよ、新内も。本当にだけどね、さしてくんないの、天気がそう。でもこの間さ、言ってたけど、その景品で当たったあのスチームアイロン、めっちゃ今日使ってました。 T シャツめっちゃシワ伸ばしてた。シューって楽しいね。なんかすぐ飽きるんだろうけど、私でもやっぱ楽しいなって思って。今までそんなに気にしてなかったけど、なんか乾燥機かけてさ、すぐ取り出せばまあまあ綺麗に伸びてるわけじゃないですか。だからそんな気にしてなかったけど、やっぱアイロンかけるといいね。なんか一個すっごいお気に入りのねやつがあって、ニューヨークにも着てったぐらいお気に入りのお洋服があったのよ。でそれを着て洗濯したらめっちゃシワシワになっちゃって、だからそれをね、外で干してもシワシワになっちゃうのよ。だからどうしたものかと思ってアイロンかけたら、めっちゃ今いい感じ。着る着る、今度また。いやー、ほんとそれはね、なんかだからずっとアイロン欲しいって思ってたんですけど、なんか自分で買う、なんかもらったら嬉しいやつあったら嬉しい、もらったら嬉しいだったけど、あんまなんか自分で買おうと思わなかったから。そうだって、そのね、やっぱ女の子だからってさ、全部の家にミシンがあったりさ、アイロンがあったりするわけじゃないんですよ。だけどでもやっぱあったら便利だなと思ったので、しかも新内に似つかわしくピンクなんですよ、そのアイロン。ピンク、うちの家電にピンクはやっぱね一個もないのよ。だいたい白か黒か茶色かとかだから、ピンクはねなかなかないね。うん、でもね、あのもうワイシャツとかも伸ばせるし、いい感じになってます。そう、友達にさ、スーツ貸してんですよ今。なんか就活するっつって貸したんだけど、帰ってきてないから、ワイシャツだけあるんですけど、リクルートスーツ、就活の時に使ってたリクルートスーツを貸してて、私パンツタイプもスカートタイプもあったで、どっちも貸してるんですけど、それをしようかなって思ったら、貸したこと忘れてて、もう結構前すぎてなくて、びっくりしました。あれって、あーそうだ、貸したんだと思って。まあね、そうそう、スーツ買うと高いですからね、はい。あ、さて、こういうメール来てます。佐賀県ビッグノーブルくんからです。僕は今大学の海外研修でベトナムに来ています。ベトナムは日本と時差が2時間あるので、こっちはまだ夜の11時ですが、ベトナムからでもショールームからバッチリ視聴できています。写真はベンタイン市場です。いいな、ベトナム。あら、あのこういうとこ大好き私。タイにもねあるんですよ、こういうところ。台湾とかにも市場ってよくないですか？だから海外行ったらめっちゃ市場行くんですよ。だからそのパリでも行ったし、なんかマルシェ、朝のマルシェみたいなおしゃれなやつそう、結構前ですけど、パリ行ったのいつだっけ、ジャパンエキスポの時にお仕事で行ったんですけど、いいよねー、いいよねー、大好きこういうの。ポン、ベンタイン市場、タイだったら鉄道市場だし、台湾だったらシーリンヨイチみたいながあって、そうよく行くんですよ私。だからその海外の、あとスーパーマーケットも大好きで、なんか日本のものとかも売ってたりするんですけど、なんかその海外でしかない調味料とかいつも買って帰っちゃうんですよ。だタイだったらナンプラーとか絶対買って帰っちゃうんですよ。うん、使います、ナンプラーは使います。ナンプラーとか、中国行った時何買ったかな、だか韓国行ったらコチュジャンだし、中国行った時もなんか買ったんですよ、友達におすすめされて。でも思い出せないってことは多分使ってないんだよね私そう、いいな、ベトナム。なん、ベトナムってどんな調味料がいいんだろう。ベトナムフォーしかイメージないな。そう、ベトナムでも一回行ったこと、あれ、ベトナム、え、ダナンってベトナムでしたっけ、あれ、ダナンってベトナムでしたっけ、
ダナンってベトナムですか？え、多分ベトナムだと思う。あ、そうでしたって。ベトナムだった。そう、ベトナムはその自己中で行こうの MV で得たことがあるので、だからそう、ここがどこなの、ベンタイン市場がどこなのかわかんないけど、ダナンもすごい綺麗だったので、なんかランタンみたいなのとかがあったりとか、あと、まあ、泊まってるホテルもすごいいいところだったし、そのホテルのね朝食バイキングみたいなのがフォーがめっちゃ美味しかったの。もう本当にびっくりするぐらい美味しくて、あのさ、その自己中で行こうの MV でさ、やめようもうの私たちの歌割りのところのさ、なんか食べてるところあるんですけど、そのユーリと映ってるところがあれめちゃめちゃ早朝だったの。本当に朝起きてすぐみたいな5時起きとかで撮って、だそれが終わってからそのフォーを食べたんだけど、もうめちゃめちゃに美味しかった。お腹も空いてたし、そう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 、はい。あ、ホーチミンにあるのね、ベンタイン市場。じゃあホーチミンだったら首都ですよね、確かね。えいいな、海外行きたいな、また。でもやっぱね、一周回ってやっぱ今タイなんだよな。ほんと今タイ行きたいって思ってる。うん、なんかちょっとねダジャレみたいになりましたけど、はい。というわけで、毎週水曜日のこの後1時から、ラジオラジコとショールームで同時生配信、乃木坂46のオールナイトニッポンのプレ番組としてお送りしているこの番組、先週は生田絵梨花ちゃんがゲストに来てくれて、さながら生田祭りでお送りしたんですけども、先週初めて見たって人もいませんかね。どうも新内です、はい。まあ、そんな先週に続く今週は至ってレギュラー回です、通常回です、はい。久々に平常運転で、お送りしていくんですけども、まあ、もちろん2時台には私がお仕事の合間にこっそり録音してきた乃木坂メンバーのインタビューをお送りするコーナーもございます。このコーナー毎回誰が出るかは、番組本編でのお楽しみということで、ショールームをご覧の方だけ似顔絵をヒントを出しているんですけども、先週はこの子、お書いてないんだっけ、結局先週、あ、先週これいくちゃんだったんだよね、結局。そう、いくちゃんだったんですよ、これ。そうそうそう、いくちゃんでした、正解。なんでまあ今週は誰を書くのか、多分違うやつです。この子は多分やらない今週。そう、そうそうそう。なんで、あ、新しいスケッチブックになりましたので、はい、はい、よいしょ。今週の子は、まあでもね、規制は一緒なんですよね。いや、これはもうこれだけで多分超わかると思う。これだけでもうこの子だもん。途中見せます。これだけで多分当たる人めっちゃいると思う。どう、これだけで多分ね、いい感じだと思う。あー、なん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 、この子でーす。じゃーん。お、一人正解。あ、あー、結構正解者いますね。そう、この子でーす。楽しみにしていてください。ということで、このインタビューは今週も2時台にお送りしていきますので、ぜひお楽しみに。それでは今週も最後にこのコーナーをお送りします。今週のワンコ。今の心の癒しは友達の赤ちゃんと犬の動画。そんな、私が、写真を見ては何か話しかけるコーナーです。神奈川県横須賀市、シュンとするカタツムリちゃんからです。我が家の犬の名前はミルクで、年齢は14歳のミニチュアダックスフンドですということで、キャー、かわいい、やっぱ
抱っこシュシュキかわいい。この奥にある本棚何が入ってるんだろう、気になる。めっちゃ色とりどり。かわいい。でも14歳だからかな、ちょっとみんな白髪が生えてきてる。顔白くなってくるよね、そう老犬になると。なんか友達がジャックラッセルテリアみたいな飼ってて、その子も小学校からの仲いいんで、小学校から知ってるんですけど、そのワンちゃんも顔真っ白になってて、この間びっくりした。でまだ元気だから全然ね、元気でいてほしいなって思うんですけど。あ、これは好きだ。2枚目。こっち見てる。何？何？ここ好きなの？見て。かわいい。はあ、かわいい。はい。ということで、はい、続きまして、秋田県うにちゃん女の子からです。しんいちさんがいつも犬のお話ばかりなので、猫派の私にとっては猫の写真も共有したいところです。ですので勝手ながらうちの猫ちゃんの写真を送らせていただきます。そんな寝姿の猫を見たら、さすがのしんいちさんも猫派に転じるのではないでしょうか、ということで。あー、これは可愛いぞ、これは可愛いぞ。いや、実はね、友達猫派もいるんですよ、結構。そう、ちなみにその、ジャック・ラッセル・テリア、親友2人いるって言ったじゃないですか。その、1人は、ジャック・ラッセル・テリア飼ってて、もう1人は猫を6匹ぐらい飼ってるんですよ。そう、親友2人。あれ、6匹は嘘かも、5匹かも。あんま変わんないか。そう。しかもね、アメリカンショートヘアで一緒かな、わかんないけど。猫そんな、でも最近ね、なんだっけな、友達に教えてもらったね、猫種、犬種じゃない、なんて言うんだろう、あれ、猫種がめっちゃ可愛いの人いて、うわ、めっちゃ調べたいから、ちょっと放送までに調べるけど、めっちゃ可愛かったその子。うん、この子可愛いです、見て、無防備、可愛い。なんやもん。いや、マンチカンも可愛いのはわかるけど、マンチカンじゃないんですよ。なんだっけな、名前。忘れちゃったけど、そう。でもアメリカンショートヘアも可愛いよね。そう。意外とね、いるんですよ。なんか、うちのメイクさんとかも飼ってる人多くて、すごく。猫の写真とかよく見せてくれる。そう。めっちゃ好き。猫もいいよね。なんかね、その、ファンの人にね、なんか握手会で、なんかうち猫なんだけど猫もいいのってこの間聞かれたばっかなのよ。え、全然ウェルカム、全然ウェルカムと思って。そう、ワンコ、ワンコニャンコになるね。でもこのタイトルが楽しみにしてます。でも、はい、このコーナーではあなたの家の犬の写真を、犬と猫の写真もお待ちしています。ネットなどで拾った予想地のワンちゃんの写真はお断りです。番組のメールアドレスは乃木坂アットマークオールナイトニッポン .com、 乃木坂アットマークオールナイトニッポン .com です。あなたの犬の写真をお待ちしています。それではこの後1時にまたお会いしましょう。またねー。